You guys know the phrase. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time zone you're in. Well, welcome back to part 2 of Samurai Warriors 5. Also, shout out to the new subscriber. Welcome to the channel, playlist, and kind of future video game content. So, for the new subscribers, returning viewers, and new viewers, you guys already know the goal is to get up to 2,000 subscribers or more. And because once I get to 2,000 subscribers or more, I'm going to do something interesting. That's kind of the gist of it. That's kind of the appeal. That's what gets the subscribers coming. So, of course, smash that like, comment, or subscribe, as you guys already know. Now, let's get started with Samurai Dynasty Warriors. This is basically Dynasty Warriors if it was on the Japanese version. That's kind of sums it up. Yeah. Okay. Alright. I think that's the first I got in. 23 minutes. Didn't really play a lot of this. No, I could actually go solid on this because there's not a whole lot I can do. It's Dynasty Warriors, but the Japanese version. I mean, this is literally a spin-off of Dynasty Warriors. What the? Yeah, okay. Well, I guess let's get this started. の人質となるはずだった徳川家康を奪取し、信長は兵を引き上げた。家康を得て三河に楔を打ち込んだ信長は、次なる一手として北に隣接する美濃への侵攻を決断。この頃美濃では剣謀術数を駆使して成り上がった斎藤道三が旧国司を退けて支配の実権を握っていた。マムシの異名を取る道三は信長の父信秀も攻めあぐねた難敵であった。真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断した信長は、弟信行らと共に美濃への侵攻を試みる。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道三を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道三に勝てば織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家。信行兄様が反対してもダメなら、もう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。姫、またそんな無茶なことを。まあ、姫も行って引っ込むお方じゃねえか。聞いたか、家康、美濃に攻め入ることになったぞ。はい、先ほど私たちにも出陣の下知が。兄上のお役に立つ好機、心して望まなくては。気合入ってるじゃねえか。
信長様もお前に期待してるみてえだ。頑張れよ。半蔵、平八、出陣の支度を急いでくれ。なんだ竹千代、随分と張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて、私が一人前の物の筆であると兄上に認めていただかなくては。その意気はよし。とはいえ賞賛は五分にも満たぬ。若、くれぐれもご油断なきよう。俺のやり方見せてやろう。まずは手近な砦を奪い、足がかりにするぞ。稲葉山城、父上でも落とせなかった剣城、前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。押し量るならば今が好機。内藤家家臣、明智十兵衛光秀と申す。いざ、尋常に。長い！こう止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは、俺が切る！
このうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けする。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございますぞ若。信長様を過信して命を縮めることなきよう。無礼ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが妙なやつ。織田本陣を強撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやり。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。敗走。東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。ここで斎藤勢を食い止める。織田の本陣に行かせてはならぬ。織田信長、身の大化した愚行、死して悔やめ。もしも死んだら悔やんでやろう。俺は殺されても死なんがな。織田勢が東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。西側の脅威は去ったな。あとは東の敵さえ抑えれば。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ。開門。斎藤勢は焦って砦から出てきたか。奴らを掃討し、道三の元へ攻め進むぞ。おお、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよ。敵将、討ち取ったぞ。聞かせていただこう。壊してくれ。やはり兄上はお強い。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。味方本陣の危機は去ったようだな。攻勢に出る好機。敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道三の首を取るにはまだ遠いぞ。敵勢は食い止めたが安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道三ではなくあいつか。捨ておけんな。なかなかやる。織田信長、
ちと興味が湧いてきたわ。さすがだな大将。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。お前が信長か。評判通りうつけた面をしてやがる。イノシシ面でそう吠えるな。誰がイノシシ面だ。勘弁ならねえ、叩き潰してやる。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに、織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。止めよう、とて無駄よ。してくれ。無策で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援がやんだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。そうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。Time to kill him! Oda style! Time to get wrecked!
Wait, who the heck is this guy? Alright, old man Boo, let's get it. Get it! Should have stayed in your wheelchair, old man. Or I guess the retirement home? I don't know. Today's not your day, old man. Let's go. Should have stayed in your lane, old man. Die to drum again, those drummer freaking boys. You are Mr. Thor. Oh, you caro. What does my new and Okota? See you, Karanaba. Those drummer boys are about to freaking and die. Gonna rain their day and end their ring of fire. Let's see. Where else do we need to conquer? His weapon is a drum, literally. Alright, well, I'm gonna ruin this down. Let's go. 兵の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。 Man, we got to kill a lot of people. You mess with Nobunaga, you screw with the best. Let's go. His power is unstoppable, and his morale is infectious. That guy's been defeated. Wouldn't be a Dynasty Warriors clone or Dynasty Warriors spinoff without rock music, just saying. No loose ends. That guy's dead too. This is the scene where a badass samurai is killing everybody in the world. Pretty much samurai action. Slick samurai action. Get wrecked. Yeah! I mean, you killed a lot of these guys. 706 to be exact. The special moves that we have from this one so more stylish and animated. To me, man, we're about to slice and dice it. Get right. Feel my awesomeness.
Knock, knock, who's here? It's the gingerbread man. Oh, the boss. お主の器、マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も、ドーさんは侮るほどうぬぼれてはいない。そうみの力を持って。Get wrecked! 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 Get wrecked, Bobby! You're the Krillin of this universe! Let's stay in your lane. You know, like the spirits compensating. And the boss has been defeated. なるほど、存外やりよるが。我が城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさかあそこまで道山を追い詰めるとは。ああ、しかし道山はさすがに強かったな。道山に従う将もしかり、面白そうなやつも見たぞ。あの石頭、名は何と言ったか。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの？命を落としてもおかしくない戦だったのに。確かにこたびは際どい戦でした。あんな無茶な戦、しばらくはごめんです。そうだな、しばらくは控えるとしよう。頼みますよ、本当に。Okay, good people. I only got an A and did not get an S. Disappointed. ミノより和睦の使者が参ったとか。ああ、その証として織田との縁組を申し入れてきた。道さんの娘を俺に嫁がせたいそうだ。兄様が気に入られたってことなのかな。その縁談受けるつもりなの？斎藤家との縁談がなれば、当面の敵を今川に絞ることができる。私は賛成です。うん、この話受けてやるか。破談にしては道さんに恨まれようしな。私も仲良くできるといいな。でもマムシの姫君か、すごく怖い人だったりして。それも一興。信行、話を進めておけ。承知しました。
Alright, I think this is a perfect way to stop this. We got pretty significantly far. Will there be more Samurai Warriors 5 coming up in the future? Yeah, I think so. I actually have fun with this. More fun than Dynasty Warriors? Yeah, it's about the same. I mean, I just like the combat a little bit, slightly more of this, but it's exactly the same game. This is the Japanese Dynasty Warriors, while we have the pretty much Chinese Dynasty Warriors. I don't know what else to tell you. They are both fun in their own right. And that's pretty much it. New game's coming up later tonight, so of course, guys, stay tuned!